はい、ウクレレ IZ の弦を張り替えました。謎の白ナイロン弦からオルカスのフロロカーボン、太さはミッドですね、に張り替えました。で、そしたらですね、かなり化けました音が、ちょっと聞いてみてください。どうでしょう、カッティングにも使えますよ。はい、どうでしょう、いい感じですよね。少し音が濁ってるっていうか、ギターで言うと、まあエレキギターで言うとクランチがかかったようなっていうか、そういう、こう、荒い音なんですよ。で、まあ、もちろん、チューナーでね、完璧に音は合わせてあるんですけど、こう、弾いてる時に、こう、ピッチがうねるっていうかね、まあ、そんな感じです。まあ、すごく面白い機材だな、っていうふうに思います。10日ほど弾いてて、思ったのは、なんていうんですかね、音が速い感じがするんですよね。で、ボディが、まあ、薄いんで、中で音が反響する前に、裏板に跳ね返ってるような、まあ、そんな感じなんですよ。それと、結構敏感なんですよ、こいつね。抱え方で音がすごく変化します。なんかピーキーっていうか、こう体に密着させて弾くときと、少しこう離して弾くときとで、音も変わるし。厚みのあるウクレレだと、あんまりそういう感じしないんですよね。こう、しっかり抱えても、こう少し離して弾いても、まあ、音が安定してるっていうふうに思うんですよ。まあ、もしかすると、僕、ウスレレってこれしか弾いたことないんで、ウスレレに共通の、特徴なのかもしれないんですけども、まあ、ボディが薄い分、こう、いろんな、板とかね、構造に、なんか音が依存してるっていうか、そんな感じ。で、普通の、まあ厚みのあるウクレレは、ボディのこう、容量っていうか、容積に応じた、しっかりした音が出てるっていう、まあそんな感じがするんですよね、印象。なんで、ちょっと扱いづらい気も若干しますけど、おそらくスキルのある人が弾いたら、かなり音の表情を作れるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ僕まだ無理ですけど。ということでですね、万人におすすめするウクレレではないかなとは思うんですけども、特徴のあるウクレレなんで、何本かウクレレ持ってて、少し変わったウクレレが欲しいなって思う人には、いいかなというふうに思います。なんで、さっきも言いましたけど、ウスレレはこれ以外弾いたことないんで、もしかしたら、ウスレレ全部そうだよって話もあるかもしれないですけども、まあちょっと見直したというかですね、割とウスレレもいいなっていうふうに思いました。